今日はこういうタイトルでの論文の話をします。基本的には、えっと、神経体細胞とニューロメスタマルプロジンタ、神経中肺葉全細胞の進化みたいなことの話で、えっとまあ、そもそも動物の初期発生、まあ、左右相性動物の初期発生を考えると、最初受精卵があって、受精卵は文化全能性を持っているわけですけど、それがどん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 発生が進行するに従って、その運命、どういう細胞になれるかという運命っていうのはどんどん。 原曲されていいきますだたい中肺葉、内肺葉、外肺葉に特定化されて、例えば内肺葉だったら、まあ、消化関係であったりとか、内部微系の細胞になったりするような形で、どん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 細胞系譜が限定されていきます。一方で、えっと、脊椎動物の場合、えっと、神経底細胞と神経中肺葉、潜伏細胞、さっき言った神経、その2つの細胞っていうのは例外で、かなり発生の遅い段階、現状加入が終わったくらいの段階でもう、 まあ肺炎を超えた分化との、つまりえっと中肺葉と外肺炎の両方になれるという能力を持っているということが言われています。まあ、神経系細胞というのはこの神経管の脇のところ、そこの神経板境界から出てきて、まあ、いろんな体中のいろんなところに動いて、色素細胞であったり、感覚ニューロンであったり、まあ、骨細胞であったり、軟骨細胞になるというような細胞です。なので、中肺葉性の骨細胞、軟骨細胞と、 外汎用性の色素細胞になれるって言うですねで神経中胚葉全部細胞、えっと、っていうのは、えっと、体の美賀のところ一番後ろの美賀のところから生じてくるような細胞でここに書いてあるように神経管と大切、まあ、後ろの後方の部分の中杯を全部を作るっていうふうに言われています、まあ、なので、えっと、この2つの細胞っていうのは、えっと、さっき言った文化の運命,運命決定のまあ例外みたいな細胞でしかもこれっていうのは、えっと どちらも脊椎動物に特異的だというふうに、まあ、言われているようなものなんです。じゃあなんでその脊椎動物に特異的な幹細胞っぽい細胞集団この神経体細胞というのと NMP、えっと、神経中肺優先細胞、ニューロメスダーマルプロジェンタなんで NMP と呼びますが、えっと、神経体細胞と NMP というのがどういうふうに進化をしてきたのかというのが、えっと、問題なわけです。で、えっとまあ、えっと とまあ、ホヤの場合は神経系細胞は非常によく研究されてきていてもともとは脊椎動物の共有発生形質であるというふうに考えられてきたわけですが、まあ、2004年2012年2015年とかに、えっと、ホヤにも神経系細胞と相同っぽい細胞があるということが示唆されています。例えば A のだと まあピグメントセル、色素細胞になるというふうに言われていたりだとか、9.36がバイポーラーテールになると言われてて、それっていうのが、例えば遺伝子発現とか、まあ、どういうふうな発生をするかとか、まあ、何になるかっていうことから、神経系細胞っぽいというふうに言われています。まあ、ですが、えっと、さっき言ったように、ここまで報告されているようなホヤの神経系細胞っていうのは、 外胚腰系の細胞にしかならないわけですね。中胚腰系の細胞にはならないっていう意味で、脊椎動物の神経系細胞と非常に異なっているように見えるわけです。ただ一方で、えっと、西田さんの細胞系譜の実験から、そのホヤの神経板、神経板境界に位置するような細胞っていうのが、外胚腰だけじゃなくて中胚腰にもなるっていうことが示唆されています。えっと、細胞系譜を追跡すると、 このスモール B の8.19っていうのが神経作の細胞になって、この8.17っていうのが、まあ、筋肉につい、1対の筋肉と、えっと、神経作と、まあ、エンドダーマルストランドっぽい細胞になるってことが1987年に言われているわけです。でそういうい、えっと 系譜というか細胞の位置を見てみると、これってニューラルプレート、えっと、中枢神経を作るようなニューラルプレートと接しているような細胞なので、まあ、位置としては神経板境界に見えるわけですね。そうやってことを考えると、速報の神経板境界っぽい細胞から、中胚葉系の細胞ができているっていう意味で、親もう中胚葉系の神経系、中胚葉系の細胞になることができる神経系細胞を持っているように見えるわけです。 まあなので、この可能性を探ろうということで、研究をスタートしました。まず、えっと、まあ、本当に中肺翼系の細胞になるのかというところですが、まあ、TBX6 の RB の発言を見てみると、まあ、確かにこの神経板境界のうち、ここがすみません、神経板今回言っている神経板境界ですけど、のうち一番後ろの細胞でちゃんと発現をしているということが分かりました。TBX6RB いうのはののは筋肉の 特定化に不可欠ということが知られているので、まあ、確かにここの細胞っていうのは筋肉になりそう。で、実際、えっと、筋肉構造遺伝子のうちアクチン αA の発言を見てみると、この TBX6 が出ているところ、えっと、ここの白の矢印がこの細胞と相当に相当するわけですけど、ここの細胞で、まあ、確かにアクチンと TBX6 の共発現が見られるっていう意味で、まあ、確かにこの最高峰の神経盤境界の細胞、でこれは、えっと、西田さんで言う。 8.17に由来する細胞なので、まあ、この細胞っていうのが確かに、えっと、この細胞がこの細胞になって分裂をした後ろ側の細胞が確かに筋肉になっているってことが分かるわけです。そういう意味で、神経板境界のうち1個は少なくとも筋肉になるという意味で、中波容器を作る神経板境界っていうのがまずありそうということです。じゃあ、えっと、それが本当に神経系細胞とそうに相当するような性質を持っているのかっていうのを見ましょうということで、えっと ま,あまず、ほや、えっと、脊椎動物の神経体細胞で発現、あ神経体細胞とか神経体細胞になる、こ報神経板境界で発現するような遺伝子、転写因子遺伝子が本当に出てるのかっていうのを見ました。例えば、スネイルの発現とかを見ると、えっと、これミッドガスチュラですけど、ミッドガスチュラの、えっと、この領域、このマゼンタで示した領域で、まあ確かに発現をしていて、これっていうのは、えっと、 さっき言ってた、その神経板境界を全部含むわけですね。でさっき筋肉になるっていう手術も当然含んでいるわけです。で、そういう解析を今、要するにインサイチューで、それぞれ転写因子の発現を軸間的に見ていくと、まあ大体こういう形になって、まあこれを見るとですね、d ッ e x とか MSX とかスネイルみたいに、脊椎動物の神経板境界、あ速攻神経板境界とか、まあ神経体細胞で発現をする。で、それで重要っていうふうに言われてたような 転写因子っていうのがかなりちゃんと出ていて、まあ、時間的なパターンとしても、まあ、空間的なパターンとしても、脊椎動物の場合とよく似てるってことが分かります。じゃあ、えっと、ただ出てるっていうだけではなくて、じゃあ、その神経板協会でこういう転写因子たちが何をやってるのかっていうのを見,るとです、ね、あ見ようということで、えっと、遺伝子制御ネットワーク、遺伝子制御回路の解析をしました。 でえっとまあ、やったことは例えば、えっと、こういうことをしていて、例えば、M、上流遺伝子発現のパターンから、まあ、上流に来るだろうという転写因子をモルフォリノで潰したときに下流に来るだろうという遺伝子発現を示すような転写因子遺伝子の遺伝子発現をインサイチューでチェックをするということをしました。そうすると,、えっと、例えばコントロール、さっき見た TBX6RB というのは、えっと、コントロールだと一番後ろでだけ出ているんですけど、 例えば DLX の MO を打ったりとか、SNEL の MO を打ったりすると、この34と呼ばれる一番後ろの細胞での TBX6 の発現が消えるってことがわかります。一方で MS の発現はそのまま、MSX の MO を打ったときの TBX6 の発言はそのままなので、まあえっと、TBX6 のこの位置での発言には、MSX はいらなくて DLXP と SNEL がいるっていうことがわかります。で、同じような解析を まあこの辺の転写因子についてえっと行うとですね、大体こういうような遺伝子制御ネットワークとか回路が得られるということが分かります。大まかに言うと d l e x が ZICRB を制御して、ZICRB がスネールを制御して、スネールが TBX6 の発言を直接制御しているというような形で、一番後ろの筋肉というのが運命決定付けられるということが分かります。で、過去の研究、今井さんの2006年の研究と2009年の研究、 を照らし合わせると、えっと、前列側、えっと、今後ろ側の話だけしてたんですけど、後ろ側は筋肉になるんですが、前側は神経作になるって言ったんですが、えっと、神経作のところの運命決定の回路はだいたいこういう,ような形で、これも MSX と LMX1 と p a x 3 7が出ているので、まあえっと、脊椎動物の 神経体とか速を神経板境界で発現をしてて重要な機能を担うような転写因子っていうのは、ほ、ま、や、あ、でも確かに神経板境界の運命決定に非常に重要な役割を担っているということが分かります。という意味で、ほ、え、や、っと、の神経板境界っていうのは,、まあ、は、どういうふうな発生をしてくるかっていう、発生的な起源と、まあ、遺伝子発現の情報と遺伝子制御カスケードっていう情報から、まあ、非常によく脊椎動物の神経体細胞と、まあ、よく似てる。 まあ正確に言うと、神経体細胞に特定化されるような神経板境界の細胞と非常によく似てるってことがわかります。そういう意味で、ホヤの神経板境界っていうのは、脊椎動物の神経体細胞とまあ相当に見えるわけです。で、ここが、まず1個の結論です。で、えっと、ちょっとここから話が変わって、最初にニューロメソダマルプロジェンターの話を。 したんですが、えっとまあ、これの起源は本当によく分かっていなくてですね、一応、カエルとマウス、ニワトリと、とまあ、あとネズミのいくつか、あとゼブラフィッシュで、まあ、あるってことが知られているというだけで、まあ、どういうふうに進化してきたのかとか、非常によく分かっていないような細胞だったわけです。で で遺伝子発現をここで見てる過程で、えっと面白い発現パターンがあることに、えっと、気づきましたで。それはどういうことかというと、えっと、TBX6RB のパラログである TBX6RA というのは、後ろの2つ、神経板境界のうち後ろの2つに出るんですが、ソックスの、これイントロンプローブで見てるんですけど、イントロンプローブの発現を見ると、ソックスというのは前側に出てて、えっと、TBX6RB とは排他的。 tbx6rb が出てるところあ、rA が出てるところでは、えっと、ソックスの1,2,3っていう発言をしていなくて、でソックスが出てるところでは tbx6 は出てないっていうような、まあ、排他的な発言パターンっていうのがあることが分かりました。で、前方っていうのは、えっと、神経運命に行くわけです。神経策に分化するような細胞で、それのところでソックスが出てて tbx6 は出てない。一方で、後ろ側っていうのは tbx6 が出てて、 これは、えっと、まあ、中配葉っぽい運命、関用系っぽい運命に行くわけですね。で、えっと、さっき言ってたニューロメソダマプロジェンターっていうのは、まあ、一番最初に言った通り、えっと、ビがで出てきて、大切と神経管に運命決定、えっと、分化していくんですけど、えっと、その運命決定がどういうふうに行われるかっていうと、TBX6 っていうのがソックスの発言を抑制することで、 えっと、神経運命を抑制して、中肺用運命を促進するということが知られています。そういう意味で TBX6 と SOX が、えっと、まあ、要するにそれぞれ中肺用系と、まあ、神経系のマーカーになっていて、それがお互いにこう抑制、まあ、お互いにとか TBX6 が SOX を抑制することで、運命決定を傾けるみたいな、えっと、運命決定の機構とか、発生機構を使っているわけですね。 で、これを踏まえた上でこれを見ると、まあなんか TBX6 と SOX が排他的に発現をしてて、SOX が出てるとこでは神経になって、TBX6 が出てるとこでは筋肉になるっていうのは、まあなんとなくこれを早期させるわけですね。じゃあ本当にこの TBX6 が SOX を抑制する回路みたいなのが、前の神経盤境界にあるんでしょうかっていうのを、えっと、調べました。まずえっとコントロールで見ると SOX っていうのはさっき言った通おりこの、この位置に出ます。えっと、 3列目、4列目の神経板と、えっと、前方の神経板境界で出ています。なんですが、えっと、TBX6 を過剰、この MSX のプロモーターの下で、えっと、神経板境界で過剰発言させると、このソックスの発言っていうのは、前側に本当は見られていたような発言が、えっと、失われます。なので、えっと、TBX6 っていうのが出てるところでは、ソックスは発言しないようになっている。 一方で、えっと、アクチンはもともと筋肉になるような一番後ろでしか出ないんですけど、これを TBX6 を過剰神経板境界で過剰発言させることで、なんか、この辺り、この辺りっていうのは要するに、速報の神経板境界でエクトピックな発言をするってことが分かります。なので、TBX6 があるっていうのは、ソックスを抑制しているし、 まあえっと、しかも神経運命じゃなくて、えっと、中敗用運命の方を促進している。まあ、当たり前といえば当たり前ですけど、TBX6 があると筋肉になって、神経管にはならないみたいな運命決定をしているってことが分かりました。まあ、なので、えっと、こういうような発言パターン、えっと、あ、す制御回路、TBX6 が即則を抑制することで、神経運命を抑制していて、中肺用運命を促進しているっていうような、この回路っていうのは、 まあホヤの神経板境界にもどうやらありそうだってことが分かります。まあ、ただ、なんかこの制御回路がただあるだけだっていうのは、相当性の根拠にああまりならないので、じゃあ本当にこの神経、ホヤの神経板境界と脊椎動物のニューロメスラマンプロジェンタ、NMP っていうのが本当に似てるんですかっていうのを、えっと、トランスクリプトーム、シングルセルのトランスクリプトームを使って調べました。やったことは、えっと、非常にシンプルで、えっと、ホヤのシングルセルのデータ。 カオさんの2019年のデータとゼブラフィッシュのシングルセルのデータをもうガチャッとそのコンピューター上で混ぜてどの細胞とどの細胞が近いんですかっていうのを遺伝子発現全体のレベルで比べようってことをしました。最初オーソログを取ってきてそのオーソログでまあなんかガチャッとくっつけてで近い細胞は近い細胞同士で出るでしょうというような納得のスキームです。 でえっと、実際やってみると、大体こういうふうになっていて、えって、と、ホヤ、えっと、ゼブラフィッシュのデータの中に少しホヤを入れて、その少しのホヤがどこのゼ,ゼブラフィッシュのどの細胞に飛んでいくかっていうような解析をしていると思ってくるんです。そうすると、えっとまあ、混ぜたデータっていうのはこうなっていて、でホヤの細胞がこんだけあって、ゼブラフィッシュの細胞がこんだけあるというような形です。 で、本当にじゃあ近い細胞同士が近い細胞に行っているのかっていうのをまず見ました。そうするとですね、えっと、ま,あ、まず、えっと、ホヤの筋肉とホヤの脊索を見るとですね、このホヤの筋肉っていうのは、えっと、大体 UMAP 上のこの位置にいるんで、あ、これが一つの UMAP だと思ってください。要するにシングルセルのデータの集まりが、えっと、これですね。で、それを二次元に落としたものなんですけど、で、ホヤの 筋肉っていうのが大体この位置で、ゼブラフィッシュの筋肉がどこにあるのかってみると、この位置なんですね。で要するに重ねると、まあ、非常にぴったりと同じような位置にある。で、同じように、脊、え、索、っと、を見ると、ホヤの脊索とゼブラフィッシュの脊索っていうのは、ほとんど同じ位置にあるわけです。で、まあ、ホヤの筋肉とゼブラフィッシュの筋肉、ホヤの脊索とゼブラフィッシュの脊索っていうのは、当然、相動な細胞っていうふうに考えられるので、相動の細胞同士が、 ちゃんと対応すするる位置に出てるってっが分かります一応、えっと、クラスターレベルで見ても、まあ、要するに色が同じだったら同じような色場所に出てると思ってもらっていいんですけど、ホヤの脊索とゼブラフィッシュの脊索は同じクラスターに入っていて、ホヤの筋肉とゼブラフィッシュの筋肉は同じクラスターに入っているってことがわかります。じゃあ、えっと、問題なのは、ホヤの神経板境界っていうのが、ゼブラフィッシュのどの細胞と当たるのかっていうことなんですが、それを見るとですね、 こういうふうになります。えっと、まず前方のホヤのさ神経板境界っていうのがたいこの位置にいて、後方っていうのがこの位置にいます。じゃあ、これがゼブラフィッシュのどの細胞と近いのかというとですね、前方の神経板境界っていうのは、ゼブラフィッシュのスパイナルコード、テイルバットに由来するスパイナルコードと非常に近いってことがまず分かります。一方で、ホヤの後方の神経板境界っていうのはだいたいこの位置にいるんですけど、これっていうのは BSM、 プレソマティックメソン要するに大切に分化するような周配用で、それはニューロメソダンマルポリシン体由来のものと非常に近いっていうことがわかります。で、本への前方の神経板境界っていうのが神経作になっていて、まあ、神経作になっていくような細胞で、それっていうのがゼブラフィッシュのスパイナルコード、まあ、神経系と非常によく似ていて、後方の神経板境界っていうのが神経系じゃなくて中、 太陽系のゼブラフィッシュの細胞と非常によく似てるっていう意味で、まあ、ホヤの神経板境界っていうのはですね、ゼブラフィッシュの NMP と非常によく似た性質を持つんだってことが分かります。そ,れあそうですね、クラスターレベルで見ても、ちょっとこっちは分かりにくいですけど、えっと、このクラスター4っていうのに、ゼブラフあホヤの神経板境界と神経板境界に由来する神経作っていうのが入っていて、 でゼブラフィッシュのほうに関しても、まあ、ある程度の部分がのクラスサイオに入っているで、えーと。筋肉についても同じですね。という意味で、えー、とホヤの神経板境界というのと、ゼブラフィッシュの n m p というのが、まあ、非常によく似た。制御回路という意味と、シングルセルで見た、遺伝子全体で見た時のの、えー、ときの、まあ、遺伝子発現の類似性があるということが分かるので、まあ、ホヤの神経板境界とゼブラフィッシュの n m p がよく似ていて、と、まあ、いうことは、 もしかすると、進化的期限も共有して、つまり相当な細胞であることが示唆されます。なので、えっと、本研究で分かったこととしては、ですね、ま,あ、まず、えっと、すみません、順番逆になっているんですけど、肺の神経板境界から、まあ、筋肉がちゃんとできることで、外肺炎に関してはもともと示されているので、周肺炎系と外肺葉系の細胞を両方作ることができるということ。でえっと しかも、コヤの神経板境界というのが、脊椎動物の神経系細胞と似ていることに加えて、脊椎動物の NMP とよく似ているということ、2つのことが分かります。ということは、ですね、しかもその神経板境界という1個の細胞集団なので,、まあ、で、それに両方に似ている細胞があるというのは、もしかすると神経系細胞と NMP というのが進化的起源を共有しているという可能性を、まあ、示唆しているわけですね。 親ではそもともと、ホヤと脊椎動物の共通祖先の地点では、神経体と NNP、一部の神経体と NNP というのが、もともと一つで、ホヤの系統ではそれが保たれたんだけど、脊椎動物の系統では神経体と NNP にスプリットしたというような形の可能性が想像されます。あとは、中肺を外肺を作り直す能力というのは、実はかなり古いんじゃないかということも分かり で、まあ、なんかこれ、神経体と NP がえっと進化的起源を共有するって結構むちゃくちゃなことを言ってるような感じがするんですが、えっと、まあ実はそこまでおかしい話でもなくてですね、脊椎動物のことを見ると、脊椎動物でもえっと一部の体幹神経体細胞っていうのは NNP に由来するってことが知られてます。なので、脊椎動物でも一部の神経体っていうのは NNP と関係をしています。 で、えっと、進化のことを考えると、もともと脊椎動物の持っている神経艇、脊椎動物の神経艇っていうのは、前方から頭部とか心臓とかに分かれてるんですけど、もともと体幹の神経艇っていうのが一番古いっていうふうに言われてます。なので、しかもその体古い体幹の神経艇っていうのがと、NMP、えっと発生的に、なんか、ある程度クロスするところがあるっていうのは、まあ、そうすると、もともと の神経体細胞っていうのも NNP と関係してた可能性が十分あり得るわけですね。という意味で神経体と NNP っていうのがよく似てるっていうのは、まあ、そこまでおかしい話なんじゃ,じゃないんじゃないかなというふうに考えています。という感じで、えっと、発表終わります。あーでまあ社事、ナショナルバイオリソースプロジェクト、まあ、いつもお世話になってい、ね、る筑波、京都、東大の皆様ありがとうございますということで発表終わります。